かつて GNU ゼネラルパブリックライセンス下で公開されていたフリーソフトウェア及びオープンソースのナタラ P に P クライアントソフトウェアである。米連邦地方裁判所の命令を受けて2010年10月にソフトウェアの配布を停止。ライムワイヤーはナタラ P に P プロトコルを利用したファイル共有をユーザー同士で行うことができる。これは2004年12月に公開された。 バージョン4.2の特徴として、ファイアウォール設置同士のファイル交換をサポートした最初のファイル共有ソフトである。開発元は LimeWire LLC である。LimeWire は Java で書かれているため、Java 仮想マシンがインストールされたコンピュータで利用できる。普通のユーザー向けにインストールを簡単にするため、デベロッパーは Windows、MacOS 10よび Dev。 RPM 形式で Linux 向けにインストールパッケージを公開していた。ソースコードを入手して使用する場合には Java ランタイムルーチンを別途用意する必要があった。オープンソースであったため LimeWire はペンシルベニア州立大学での実験的上のソフトウェア開発プロジェクトライオンシェール独特なインターフェースとともに人気のある Apple 製マッキントッシュ向けグヌーテラ。 クライアントアクイジション、カボス、フロストワイヤーを含む、いくつかの派生型が作成された。ライムワイヤーの優勝版として、ライムワイヤープロが販売されており、価格は21.95ドルであった。プロ版の特典期間を1年間延長する、ライムワイヤープロ延長版も販売されており、価格は34.95ドルであった。 プロではベーシックよりファイルのダウンロードが高速で行えることとより多くのソースにアクセス化。プロにすると電子メールサポートも可能になった。またベーシックでは起動時にプロにアップグレードを進めるメッセージが出てくるがプロでは出なかった。ライムワイヤープロ5.5よりオランダのアベグテクノロジーズのウイルス対策 SDK エンジンが組み込まれた。 プロでダウンロードされた全ファイルはユーザーの PC で再生または実行される前にスキャンされウイルスの感染拡大を防いでいた。米国時間2006年8月4日ソニー BMG、バージンレコーズ、ワーナーブローズレコーズなどが参加するレコード著作団体が著作権侵害の疑いがあるとしてライムワイヤーと経営陣を提訴した。内容としては一曲あたり 約15万ドルの賠償金及び今後楽曲を共有する際、事業モデルをレコード会社と契約する形への変更を求めた。しかし、約2ヶ月後、ライムワイヤーはレコード会社がライムワイヤーから利用者を減らそうと不当な商行為を行ったと反訴。また、オンライン楽曲配信市場の取引抑制を共謀し、シャーマン独占禁止法。 クレートン独占禁止法の条項に反しているとも主張した。2010年5月11日、ニューヨーク州南部地区連邦地裁は、ライムワイヤーの親会社ライムグループと、その設立者マークゴートンが、ライムワイヤーによって著作権侵害及びその法助、さらに不正競争に関与したことを認める略式判決を下した。2010年10月26日、米連邦地裁がライムワイヤーに、 高級的なサービス停止を命じたことを受けてソフトウェアの配布とサポートを停止した。ありがとうございます。